こんにちは、モノモースです。今日は東京・足立区で起こった悲しい事件について一緒に考えていきましょう。突然ですが、家庭とは安心して暮らせるべき場所ですよね。ところが、足立区では50代の夫婦が自宅の床下で遺体として発見され、その意気容疑でフィリピン人の男性が逮捕されました。この事件、ただの殺人遺棄として終わらせてはいけない。深い問題があると私は考えています。まず、日本の司法が犯罪者に対して甘いという意見があります。これは被害者やその家族への思いやりとして、より厳しい罰を望む声があることを表しています。 ね、遺体を遺棄したと認めている容疑者に対し厳罰を求めるのは治安を守りたいという国民の願いです次に外国人労働者の増加によって治安が悪化しているという意見も見受けられます日本の美しさを取り戻したい日本人の安全を守りたいという思いは私たちにも共通していますしかし一方で外国人全体の犯罪率を意識することなく特定の事件によって外国人への偏見を強めるのは理にかなっていないと言えます我々は冷静になり根本的な問題解決に向けて法整備や国際協力の強化を 進めるべきです事件の背後には経済的な理由が隠されている可能性も指摘されています借金問題が引き金となり暴力に発展するケースは以前から多く報告されています社会システムとして経済的な弱者を支援しこのような悲劇を未然に防ぐ施策が必要かもしれません最後にこれからも外国人と共生する社会を考える中で事実をきちんと受け止め理性的な議論を交わしていくことが大切だと私は考えます事件をきっかけに日本の社会に潜む課題を真摯に考えそれぞれが行動することが同じ 謝過ちを繰り返さない最善の策だと思いますこれは私モノモスのお考えです皆さんはどう思われますかご意見をお待ちしておりますそれでは今回はここまでですまた次回の動画でお会いしましょう